今日は どこであれなんですか。練習はトライフォース赤坂っていう、はい、朝倉兄弟がいるジムですね。出稽古に来てます。でも2回目だよね。2回目です、うん。今日は最後、試合前の最後の、あの追い込みみたいな、はい、怪我しないの。あの同い年なんですよ、若松と。すごい、はい、そうなんですね。出会ったの二十歳の時ぐらいだったんで、優也がちょうどネオブラッドトーナメントパンクラスの優勝してから出会ったんで、結構付き合い長いんですよね。若松さんはなんか普段からああいう淡々とされてるんですか。いやいやいや、人見知りっすね、完全に。慣れたら結構すごいですよ。ここに来るきっかけっていうのは何だったの。まあ、きっかけはなんか長男さんから話が来て、まあ、でも自分も結構前回の試合終わってから朝倉海選手とやりたいなっていう、練習したいなって、どうせ団体も違うしいいかな、変なプライドを持ってこう敵対心するよりも手組んでちょっと練習した方がいいのかなと思って、自分とは違った格闘家っていうか、自分にないところをいっぱい持ってる人たちなので、ちょっとなんかこう自分 YouTube とかやったりこう喋ったりとかできないんで、まあちょっとそこはすごいなっていうのはです。自分はもう不器用なんで、もう強さを追い求めて、朝倉海選手、僕すごい好きなんで、その戦い方とかプレースタイルが、学ぶこといっぱいあると思うんで、それでちょっと勉強に来てる感じですかね今、はい。自分たちで考えてやってるんで、自分にはない発想だったりとか、いっぱいそういうのがありますね。
やっぱトップクラスなんで、うん、こんな緊張感ある練習ってなかなかないっすね、うん、ちょっと集中切れたら怪我しちゃうんで、うんうん、しっかり集中してやるなと思います。おはようございます。緊張感あったね。うん、いや、そうですね。自分も試合みたいな感じですごいいい練習ができたんで、まあ、トータルで強くなってるんで、うん、まあ、何が来ても、まあ、全然負ける気はしないですね。やっぱその強い人にはすごい僕は興味あるんですよ。うん、アドバイスとかそういうのを自分で積極的に聞かないと。うん、僕は戦うのが仕事なんで、うん、そこをちょっとこう盗みに行ってる感じですかね。遊びじゃないんで、はい、確かになんか思ってるより結構積極的になんか終わった後みんなに聞いてる、うんうんうん、そうですね、まあそこはこう恥ずかしいですけど、うんうん、そこをもう聞かなかったら、うん、もうそれまでの男なんで、うんうん、安心して、俺はこれでいいやみたいな思っちゃったらもう終わりだと思うんで、やっぱいろんな技術取り入れて、で自分で必要ないと思ったらやんなければいいし、まあそこも戦いですね。ありがとうございました。お疲れ様です。失礼します。朝早くからありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。